ここで、ちょっとめっちゃ気になる。何を話そうとしてんの。何なんやろ。こんな白熱してんのに、そんなこと話してんの。急に。他で出会いたかったなっていうか、迷っちゃったな、もう1キロいけるかと思っちゃったな、ボタン押したかった、素直に。そしたら白出なかったな、多分。よし。おー、ナイス。じゃあ、アルマさん、今のうちに喋っときますか？いや、もう、いいです。もう、大体初手ボタンにももう死んでたんで。名前長いな。死ぬんだろうな。かわいそうに。いや。お、ネロちゃん。早いね、ネロちゃん。エイムがいいね。はたきゅう。お、目押し完璧。工藤さんを耐えた。チン左ぐらいで見かけてます。うん、見かけてるじゃない。死体発見です。工藤新宿舎脇。うん。工藤がキッチンですか？見たかな。うん、キッチン。一応なんか武器庫のダウンロードして藤宮見てるけど。うん。キッチン側だっ。ああ、でも。え、あ、死体どこで発見したんだっけ？あのキッチンの左の方ですね。左寄りやと思います。発見っていうか光ったんで押しましたけども、俺隠しろ取れそう。貨物で停電直しました。おお、ほぼ無理そう。慎太郎も、うん、ガミさんって慎太郎と一緒に左行ってそのこの金はないですか？金庫入りましたね。金庫だけ一緒で、多分ガミが宿舎前左右のドア開いてる状態で下開けてエンジン行ってるんで、慎太郎さんミーティングとかじゃないですか？それやったら、停電のタイミングで畑底君と俺がメイン の、はい、あのゴミのところかな。そうですね。うん、でいてやからワンチャン飛ん、いやまあでもそんなロコなもん、飛んで帰ってきた、帰ってきたっていうでしょ。いや違います、普通にメインホールの上のタスクを一緒にやりました。そうそうそう、俺が先に追って、で俺の後に入ってきて、畑さんが入ってきて、その瞬間ぐらいに停電になったの、ね。うん、なった。だから畑さんがそこ入ってくのはハイブリが見てて、お前が見てないんやったら畑さんの弁当はあるかなって思ったけど、お前が一緒にいるんやったらその後弁当切るができなさそうって感じでいい？最後お互い死にないんで、多分畑さんから俺には白が出るはず。そこは出てってるから、俺は出てった上で聞きたいんだけど、いい？あ、そうかな。キッチン脇がトータさんと一緒で、キッチン、武器庫、コミュ前、コックピット、コミュ前に戻った時に藤宮の名前が貫通して見えてて、ダウンロードの場所からで、エンジン、メインが終わり。お互い白出ないと思ってたよ、おまわじさんとは。おまわじさんは出て下の弁当使うこともできるし、僕はおまわじさんが出てから下の弁当使うこともできると思うから。下の弁当ってことはもう現場は上じゃないってことになるけど、ってなったら2人とも最終地はどこなの？俺はあ、ごめん、俺はメインのまだ中にいます。メインのどこですか？違う違う違う、キッチンの工藤さんの死体って作れますよね、僕とおまわじさんって。なんかあんま位置がよくわかんない。なんか、いや作れるけど、なんか作るんやったらお互いが切りそうじゃない？展望のドア閉まってました。おー、ナイス。なんか死体の細かい位置がわかんないんだけど、どこなの？死体の位置はキッチンの左なんじゃない？キッチンの左ってどこ？多分でも光ったんでわかんないですけど、多分展望と
武器庫の入り口の間ぐらいやと思うんですけど。トータスさんってどっから行ったんですか？石油。ああ。それ所定が、あのキッチン脇でキッチン側のタスクが終わってたの、武器庫とかのタスク終わってたんで石油の方走って石油テープタスク。石油から行ったのか。はい。で石油のテープタスク終わったと石油キッチン缶は開けました。あれ最終じゃエンジンルームなの？海洋のこれ。さ、ああ。言えてなかったんで。ん？ん？エンジンの階段のとこです。あのメインから入ってエンジンの階段のとこです。メインから入ってエンジンだったら対抗です。あれも確かにあれも、うん、絶対対抗絶対対抗。なんで？いや、僕さっき言った経路、そう、経路が武器庫、この前通路、コックピット2枚通路、エンジンメインだから。うん。おまわじさん視点って、はたさこの最終位置に。違和感はないけど。富士宮ってさ、武器庫ダウンロード終わった後上に行った？俺武器庫のダウンロード 100% が長すぎて1回罰をしてもう1回やってるからずっと武器庫です。 あの武器庫の、上と、コミューの中のドアは閉まってて、僕が、コミューのやつの左右のドアを開けてメインに行ってる。なんかエンジンメイン、おまわじさん視点で結局旗あるどっちの方が怪しくなるのかっていう視認で、旗佐の方が怪しいかな。あ、そうなんだ。なんか白は出せないけど、でも実践 100% 対抗、なんか白は出せないけど、俺も旗佐子くんの経路に関しては違和感ないよ。最終位置はそこら辺ぐらいやとは思う。場所は違和感ないんやけど、うん、なんかおかしい。俺に白が出せないっていうのがまずおかしい。で出せ、お互い出せないですって。だからおまわじさんと僕は、いや俺は出せないよ絶対。先に脱げてるもん、後からベンド使ってる可能性があるから。なんかおまわじ言ってるのもよくわからない。何を言ってるんですか。おまわじには白出ないんじゃない、むしろ。うん、おまわじの方が出えへんと思うよ。え、先にだって先に出てるわけでしょ。先に出てる人物どうやって白出すの、何言ってるの。無理やろ。そうか、ずっと無理やって言ってるじゃないですか。今ローラーでもいいっすよ。この時アルマの方はキルは関われそうかなって思ってたから、うん、なんか畑坂君が陣外だったらそれこそハイブリオマとかが切られてそうって思っちゃってんのよ、ね、俺は。おま、おまあるとかなんか、俺が右に行ってるのは見てないんだ。ハイブリ、あ、ハイブリさんちゃうわ、畑坂君って。いや見てるわけないじゃないですか、タスクやってんだから。あ、しまった。アルマまでもお願いします。おまおじさんもまあ一定数怪しいです、うん、おまおじが何言ってるか全く分かんなかった。あ、マット、おマットか。あれ、おまわじさんって。以上。じゃあ、キルっては可能位置ではないよね。うん、可能じゃないと思う。あ、まあ、どっちみちあるか、マットだし。まあ、そう、左側にいた人物、富士宮、ガミ、アルマ。で、ガミさんも宿舎からエンジン下ってますよね。そう、そうです、そうです。あ、てか、最後どこまで行ってます？金庫に最後まで残ったのがガミで、宿舎前通路戻って下のドア開けてエンジン、最終コックピットのハンドルから、多分コミ前通路ぐらい出るんだったらすれ違いそうではある。ちょっとだけ発言して、俺容疑者位置にこれでなるんだけど、畑坂君がさっきエンジンメインからエンジン入ったとこって言ったけど、それを先行して俺はエンジン宿舎ミーティングの宿舎の下あたり、ミーティングの端を下ぐらいなので、俺の場合も弁当ができるエンジンから。エンジン宿舎名、それってあれまたはない、俺は合ってない。いや、てかさ、その下位置がさ、そのてか、ベントってあんまりなんか考えてないんだけど、そんなに、うん、あと富士宮に行っておくと、うんうん、僕がキルしてる場合って武器庫上のダウンロードして富士宮を一旦する、でドアが閉まってる状態で僕がエンジンベントからキッチンベント飛んで切る、まあね、しかないかな。え、違う、あのベントの場合ってさ、武器庫側から工藤が侵入しないとダメじゃん。意味わかるかな、うんうんうん、追いかける形でそこでキルが発生しないかなと思うから、うん、武器庫側からの侵入の時って富士宮見るくねって思ってるから。いや、僕はダウンロードあの2回しちゃってるんで、多分死人は一切出せないです。だから、うん、なんかハイブリッドさんとあれも成立すんのかなっていう。まあ宿舎は気からですもんね。経路的にはなんかそのキッチン側に向かいそうな動きしそうですよねってことですよね。だからそんな考えは。てかブリが見とっちゃう。いや、じゃあベントだ、ベントで工藤が武器庫側に行く状態で後ろからキルするのって、うん、そこでキルポイントがそのだから位置めっちゃ重要だなと思って、なんか何回も聞いたんだけど。俺は一応最後ごめんね。証拠金まで行ってるので、
アルマくんがメイン右やったらすれ違わないよ。しかも停電中だし。メイン左でしょ。メイン左っす、ね。あ、メイン左やろ。うん、だからメイン、ああ最後の最後か。うん。だから俺は宿舎前まで、宿舎前というか昇降機まで行ってるから俺は絶対すれ違わない。正直一番ガミさんが、うん、身を切るフリーかなとは思ってます。僕しかですか。あ、まあ誰とも会ってないんで。僕は武器庫っすね。側も石ちょっとボタン意識上げたいっすね。工藤さんは武器庫側から入ってるようなケースなんですけどね。いやそうなの、武器庫側から入ってる気がすんのよ俺も。どうなんだろう。はい、武器庫側からの侵入だった場合、工藤さんが不死身は絶対人外だと思う。不死身は人外だから僕はダウンロードしてたんで死人出せる。あのダウンロードって見えるのよ、武器庫側からの侵入だから見えないっていう。まあでもそれはそこに意識を割いてないと見えなくないですか、それって。まあ意識は割いてないと見えないと、うん、意識さくくないと思っちゃうから。いやでも僕 100% でいつ終わるんだいつ終わるんだ、あ終わらないだったから意識はずっとあのバツボタン。その時武器庫上のドア閉まってた。いやそんなもん 100% で早く終われようっていうあれだった。いやそのキャンセルが入った時だよ。でも多分僕があの藤宮さんを視認せずコックピットまで行ってるんで閉まってたかいなかったかだとは思ってるんですけど。工藤の脇ってどこって言われてたの。いや宿舎脇です。ああそうか、宿舎で藤井神工藤死んでその3人が1回金庫に入ってるはず、うんで僕は即刻だってます、うん、そうだから動線的にその高田さんが考えてるやつだと、あまあ上からだよね、ここからじゃないとおかしいよねって、うんうん、やっぱそうだよね、まあ、まあここからでもあれですけど僕はそのダウンロード2回やってるので死人が出せないです。えそのさ2回目をやるときに武器庫上のドアが閉まってたかは覚えてない、うんうん、ちょっと覚えてないわ。覚えてないでは申し訳ないけど、その僕が通ったときはそこをまだ閉まってたから武器庫上下、あ武器庫上下というか武器庫上と小見えのとこ、うんうん、あと慎太郎さんってどこで死んでる想定でしたっけ。まあ左側じゃない、僕目線だとミーティングとかなんですけど、ミーティングするとハイブリさんしかできない、まあ俺もできる、金庫室にガミ、クド、シンの3人で入ったのは間違いなくて、で、クド、シンの2人が先に宿舎前に抜けてったんですね。でその後ドアが閉まって、うんで、 で金庫室から、ガミが左のドアと下のドア、あ違う、左、あそうですね、左のドアと下のドア開けて降りてってるので、でも停電中だったんでボタン押しに行こうと思って上がってんやけど、扉は、宿舎前は下と右は確実に開いてた、開けてないから俺。あれ、うん、でもさ、うんうん、ちょっと待ってね、藤宮のダウンロードを見切れるように、はい、武器庫の扉が閉まってたんだっけ、アルマの師匠って。あそうです、あの名前が貫通してました。じゃあアルマの方が人外なのか。え、なんで。まあハイブリさんよりは抜けるんだ、ガミアルマの方が左側にはいるから。あ、まあ工藤が抜けてるか、扉開けて抜けた場合ってなんで藤宮そんなとこでキルすんのっていう、武器庫でキルすればよくないっていうのがあるから。まあキルクールとかもあるんじゃないですか。どうだっけ、ややこ。配線丸々残っとる、全然分けてへん。武器庫と、キッチンの扉のところ藤桃に白出せます、うん、ミーティングで浮いてます、先います。神さんは、神さんは、あ最初エレキ7番ぐらいです。一応直線停電のあるタイミングでコミュニケーションでダウンロード一緒にやっていて、で、多分直しに行ったんかなと思って武器庫、キッチンの方行ったらもう下へ上がってて、今扉が閉まったと思うから直近かなと思ってんやけど、ガミさんエレキまでのルートとか、宿舎脇、エンジン、コックピッ
とで通信室前で高田さんとすれ違ってエンジンメインエレキです。またコックピット行ったんですか。確かに、まあ、さっきハンドルタスク終わってなかったんで。ああ。藤桃ネロは今回昇降機右で停電を触ってたから、ネロまで行けんの。うんうん、絶対無理です。あ、オッケーオッケー。じゃあまあハイブリさん白って言ったら、まあガミアルマ、うん、に見えちゃう。両方魔人街ではあるけどね。とまだん二郎いそうなので、てかいるんですよね両方人街、うん、まあハイブリさんは白で置いた場合はね、うん、トータスさんって初手できる両方人街。僕目線はやっぱ初手切るハイブリさん、ガミさん狼で相方位置が藤桃ネロンどっかにいるわ。全然アルマ疑わないですか。んアルマさんって畑迫さんの対抗に上げてて白になった認識だったんですけど、そうでもないですか。まあマットだからね。ああ、じゃあ、うん、ブリアルもあるのかな。まあ自分でも言ってましたけど、エンジンからベントで飛んでキッチンで切ることはできるって言ってたと思うんで、そこの可能性を追うんであれば、うんうん、まあ畑底マットであろうとなかろうとあんま関係ない気がする、この経路。っていうか、そうだね、俺の場合だったら、畑底君のもし内通できるかできないか別として、そっちを切るかなと思ってる。そのわざわざベントでキッチン飛ばんでも、オマと畑底君が見えてるはずだから。まあ、畑底のやつに関しては結構弁明できるんで、うん、多分僕は次も生きてるから、それは次話します。どうします。うん、まあこんなこと言うとあれけど、俺初手できる、セルフはできるんで、ガミさん入れるか、うん、あ、そっか、トータさん発見か、うん、まあ無視あんま疑ってないけどな。うん、まあ今この状況でそれ言って2人に任したことを、うん、まあ一応一番白いです、トータさんは。このキルに3人かかってないってそれで。うわあ、きつい。いっか。どうしましょう。まあガミさんを黒で置いた場合って、ガミさんってなんかあのミーティングで死んでそうって話してたじゃないですか。うん。その場合切れそうなのってほぼハイブリさんしかいない状況だったから。うん、そこの二郎はあんまりないかなって思うから、うん、相方位置としてアルマがやっぱ濃いかなと思ってます、僕視点では。ね、畑迫の話に戻すんですけど、うん、あの場面で畑迫がわざわざ僕と位置を対抗しに行って、しかも結局僕一票差で釣られそうだったじゃないですか。あれをすると思わないでほしい。で、あと僕が強気に対抗しないと思ってほしい。あれ、畑迫なんかマージさんの話夢中でアルマの話聞いてなかったパターンかな。そんな感じある。わかる。めちゃくちゃわかる。ちなみに多分やけど、畑迫それは知らん。畑迫君の言ってる方が俺は信憑性があると思ってるっていうか。そうね。位置情報的にはマージさんも違和感はないって言ってたから。あのブリネロでエレキ一緒に降りてた時に、畑迫君が先にエレキにいて出て行って別れた時に、ちょうどメインの左側で畑迫君と一緒になってゴミ箱に入っていくのを見てるから俺が。うんうん、で俺が先行して宿舎前の方に行っててってなると、ゴミ箱タスクとかやってるんであればそこら辺というか、フェイクタスクしたとしてもそこら辺やと思うから、そっちの方が。最近さえ、クドル君、えっ、あっ、ちょっとめっちゃ気になる。何話なそうとしてんの。何なんやろ。こんな白熱してんのにそんなこと話してんの。急にこんな議論。まあ最悪僕釣られてもいいから絶対ボタン言ってください。あのガミブリは全然あると思ってるのが、ガミさんが最初にミーティング情報を出すで、東田さんメイン右を、あ、じゃあ誰だっけ、誰かがメイン右取ってましたよね、あんたんって。メイン右は俺が取ってた。ネロちゃんだよね。そうだよね。だからもうどっちにしろあのミーティングしか行く場所がないです、ハイブリさんの経路。どこにも行けないから、どっちにしろ結果そうなってるだけだから、全然そこで白はあんまちょっと安易かなとは思う、まあね、アルマ君で終わらなかった場合、行く場所がないはず。一応アルマ君で終わらなかった場合は俺藤宮君かな。そう、まあそうなりますよね。まあね、なる、まあタスクきついから。ちなみに残ってるボタンってそこしかないんじゃないですか。俺はあった気がする。うん、藤宮君しかない。まあタスク無理だから、まあ最悪釣り飲むから絶対ボタン行ってほしい、うん、いやどうすっかなこれ。まあネロちゃんが隠しろだから任せるわ、ネロちゃんに、うんうん、アルマ行きます。ごめんね、わかんないわ。藤宮よりはハイブリさんかなって思うけどな。ボタンいきます。はい、あーよかった、おーよかった。
最近最近何だったんですか。最近何だったの。いや、あの卵が高くてラーメン屋のトッピングの卵がないって話をする。死ぬほどどうでもいい話。ほぼ決め打ち日みたいになってんのに。マジでどうでもいい話だ。応援してたんですけど、すみません。応援してくれ。最近さ。びっくりした。じゃあ行きますかね。はい。ありがとうございます。何やそのスキン。